まあ一応じゃあ今ゆるっと喋ったけど、パッと最初から前回のやつからていうかさっきちょっとあの第2回の話す内容をざっくりまとめてもらった紙があるんですけど、これちょっと読んでいいですか？このまま読んでいいですか？ちょっといろ、まあ、いろ言いたいことあるんで、ちょっと飛ばして、すごい一番気になったところだけありますね。まあいろいろ話があって、途中でこれから何をやっていくのかと言いますと、題して友達100人と言わず1000人できるかなです。いろんな業種とか年代の人とお互いの得意なことを合わせて新しいものを作ろうと、コラボ以上のフュージョン、それはイリュージョン、そしてエボリューションこれ何？これさっき車の中でさ、確認しといてって言われて全然意味が分かんない。朝4時ぐらいに書いてたんでエボリューションしちゃったんだ。そうです、そう、何からするときは迷っちゃいけない、その結果で、その結果がこれか、びっくりしちゃったんですよね。これは結局何を言ってるんですか？友達100人できるかながやりたいですって言ったのに、なんでこれ友達100人と言わず1000人できるかなに変えちゃってるんですか？一桁勝手に増やされてるんですけど、4時台の僕のマジックですと、でもでかくなるんですね。そうそう、朝4時台100人でも相当ですよ。そう、いやだから1000人を目指したら100人なんてすぐだって思うじゃないですか、ね。ああ、なるほど。100人って決めちゃうと100人までが遠く感じちゃうから。そう1000人を目指していれば気づいたら100人いってるかもしれない。そうだから僕らはもしかしたらその1000人って言ってるけど100人行ったところでおめでとうって言っても終了。何それなんでそっちのさじ加減だよ俺のチャレンジを。誰の企画や。そしたらね、なんてこと言うんですかって、そんな なんてこと言うんですか。俺のセレブですね。マジでこれほんと全部見てほしいこの文章、むちゃくちゃな文章そのまま読んでみますね、伝わるかどうか、はい、僕が書いたとかじゃなくて、俺は太一くんの伝えたいことを組んで書いたことなんですね。太一くんがみんなからはなんかもう冷たい男、あ、こいつクールね、クールな男だとかなんか喋らないとかって言われてるのを、ちょっと陽気な感じを入れた結果がレボリューションなんですけど、解放するための台本だと思って、それをはい、お願いします。そういうやっぱりユーモアも入れてのあれだと。じゃあ一回ちょっとこのまま読んでみます。前回第1回目の撮影をした場所、工事が気になって仕方がなかった。ちょっと待ってください、その小学生が教科書を先生に言われて読んでるみたいな感じでやめてもらっていいですか？自分がちゃんと今言ってるような感じで喋るってことですか？読んでる感じじゃなくて、そう自分から今出た言葉とし、とがきのなんか説明みたいなのじゃなくて、ちゃんと鍵括弧のついたセリフ。で、だから、はい、そういう気持ちで読むけど、でも俺は一言一句このまま今一回読みますからね。そう、もちろんそれで、はい、絶対そんないからな、もう分かんない、書いてることは。前回第1回目の撮影をした場所、工事が気になって仕方がなかったあちらは、実はですね画家の柏原さんという方のアトリエでした。うるさくて集中できなかったって言ってるわけじゃありませんよ。ご苦労様ですって言いたいんです。何よこれ全然意味わからない、どういうこと。いや、まず最初は分かるんです、工事が気になって仕方がなかったあちらまで、仕方がなかったあちらは実はですね画家の柏原さんという方のアトリエでした。それは分かりますね。うるさくて集中できなかったって言ってるわけじゃありませんよ。ご苦労様ですって言いたいんです。どういうこと。マジでなんかヤバいもんやってますね朝4時こうなんか工事がうるさいっていうことだけを言ってしまうと、なんか
こうクレーマーみたいな感じになっちゃうけど、まあ、頑張ってる人もいるんだなっていう気持ちでしたよ僕はっていう。はしゃぎすぎやだからその後になんか言った後に自分でもよく分かんないからええとかよく分かんないついちゃってる。なんでええって書いてある。俺のお芝居の問題とか感情の問題じゃないですよね。そうですね、はい。これじゃあ一回ちょっと本家のやつ聞いてもいいですか。本家文でしか見てないから、やっぱ文を書いた人の声から出ると説得力が出るかもしれない。本家の一緒に作っていくチームとしてやっぱり理解しておかないと。そうですね、早乙女太一の明るい方の明るい方の早乙女太一、明るい方の早乙女太一でやればいいってことですね。はい、皆さんこんにちは、早乙女太一です。前回これから YouTube 始めますということで第1回を配信しました。そして前回第1回目の説明をした場所、工事が気になって仕方がなかったあちらですね、画家の柏原さんという方のアトリエでした。うるさくて集中できなかったって言ってるわけじゃありませんよ。ご苦労様ですって言いたいんです。何今の絵、いやすごいわ、さすが本家。いや、その A のパターン持ってないわその A のパターンは持ってなかったな、ね、4時ともなるとやっぱり思考がおざなりになっちゃうね。どうするんですかだからね。僕なりの言い方でそう伝えていいんですね。そうだからこれしょうもねえって思ったら、これもうしょうもねえと思ったってことでしょ。いや、しょうもないとは思ってないです。いや、わざわざ話す内容を書いていただいて、しょうもないとは思ってないんですけど、ただやっぱ僕の理解力が足らなかった。いや、僕だって分かってますよ、そんな伝わらないだろうなって思いながらも、ただ何かこうやっぱ指針がなきゃいけないと思って頑張って書いた結果ですよ。はい、なんでそれをだから超えてくれれば僕は何も、その僕はその分かりました、はい、火をつける男であればいいなと思って。なるほど、火をつける男であればいい。火をつける、俺は火をつける男であればいい。出ました、名言カメラマン、俺は火をつける男。かっこいい。じゃあこれを踏まえて、はい、僕の言い方でちょっと、ね、はい、そうです、今言っていた内容を、僕なりに、まとめてみました。第1回目に僕、YouTube を始めました挨拶をさせてもらった場所が、なんか後ろにでっかい絵が貼ってあって、あそこがね、実は僕が昔から自分の着物の絵を描いてもらっていたり、舞台美術をやってもらっていたりする画家の柏原新平さんという方がいるんですけど、その方のアトリエに行って、もともとね、お酒を飲みながら絵を描いて一緒によく遊んでもらってたんですよ。でそれはものすごく刺激になったし、勉強にもなったし、でそれがあったおかげで、その後画家と俳優の仕事展って言って、二人展って言って個展までね開かせてもらって、そういった感じで最初は遊びから始まったんだけど、やっぱりお互い違う表現者なんだけど、お互いの表現でこう遊んでみたり仕事をするうちに新しい表現っていうものが生まれて、ついこの間もう久しぶりに絵描きのみをしようということで柏原さんのアトリエにお邪魔して、でそこでね絵描きのみをやりました。まあその時インスタライブでも流したんですけど、YouTube のチャンネルにも載したいなと思って、あれだからもう自分初めて自分で撮った彼ら階段、初めてカメラを届いて使い方を手探りでやりながら撮ったやつがあるんで、そちらの方もぜひご覧いただければと思います。だからこれもね、言ってしまえば友達100人できるかなのカテゴリーに入るんですもんね。はい、まさに違う表現者があって、そうですね、お互いに酒を酌み交わして意見を酌み交わして友達一人できてるじゃん。そうですよ、第1回目のコラボと言っていいのかな。いやだからそれが友達100人できるかな、コラボというかチャレンジ枠だ。はい、チャレンジ枠、まあ、つまり2人がこう合わされて、そしてフュージョンして、はい、そしてそれはイリュージョンで、そしてエボリューション。第1回目のチャレンジ企画だ。そしてお友達できたというか、まずは紹介が、そうですね、できたということでお一人、よし、はい、次回の多分投稿はそちらの方になると思うので、そちらも見てください。いろんなことにチャレンジしていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。